てる HKS レーシングの DR86、 さあ今日どんな感じでいくのかということになると思いますが、鶴には至らずいいタイムではありますが、ここを越えてくることにはならなかった。カナンバー51セアマックスでここを突破するにはならず、そしてセアマックスも今0秒4というところを20秒間タイムを上げて戻ってきた。HKS の GR86 谷口信輝、さらにはスクリーン G2 GR スープラ佐々木正弘、そしてセアマックス3号 GTR、 さらにはダッシュファクトリーの1周目タイムを出してくるということになるとは思いますが、どうでしょうか。 HKS オイルからこの谷口信輝の GR86、 その後ろからセアマックスが乗ります。3号 GTR、RCF、 さらには元島 GR86 ベスト出してきました。セアマックス3号 GTR 踏ん切りならず0秒67。このマシンもちろん59秒